ケイレブスワニガンはアメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身のプロバスケットボール選手。NBA のポートランドトレールブレイザーズに所属している。貧しい家庭に育ち、幼少時はインディアナポリスという多州を行き来する生活を送っていた。不安定な生活をする中で13歳の頃には 身長188センチメートル、体重160キログラムあった。その後、バスケットボールをしていた兄の紹介もありもと、アメリカンフットボールの選手であり、バスケットボール指導者であるルーズベルト・バーンズと養子縁組を結び、本格的にバスケットを始めることになった。インディアナ州フォードウェインにあるホームステッド高校時代に州王者を経験。 平均22.6得点13.7リバウンドをマークし、インディアナ州のミスターバスケットボールや2015年のマクダナルズオールアメリカンに選出され、全米級の有望株へと成長を遂げた。また、この頃の体重は 120kg にまで減っていた。バーンズと同じパデュー大学へ進学し、1年時に平均10.2得点8.3リバウンドを記録し2016年の NBA ドラフトにエントリーするも最終的に大学へ残ることを決めた。2年次にはさらに成績を伸ばし平均18.5得点12.5リバウンドをマーク。NCWA では大黒柱としてエリート8に導き2017年の NCWA オールアメリカンファーストチームに選ばれるなどし評価を高め2017年の NBA ドラフトではアーリーエントリーを 表明ポートランドトレールブレイザーズに一巡目全体26位で指名を受けた。大柄な体格ながらパワーと俊敏さを兼ね備えており、リバウンドにも優れている点が、かつてのブレイザーズの主力であり同じ、背番号を背負っていたザックランドルフに例えられることが多い。学生時代から着用している背番号50は、実の父親が亡くなった年齢であり、忍ぶ意味を込めている。 ありがとうございます。